猫と人の幸せをつなぐハートフルコミュニティミャウミャウ。猫が与えるアニマルセラピーの信憑性。アニマルセラピーは動物との触れ合いによって人間のストレスを改善したり精神的な向上を図るというセラピーの一種です。アニマルセラピーという言葉自体は日本でのみ使われる造語なのですが、概念自体は世界中ですでに認知されています。医療の一環として行われるアニマルセラピーのことを動物介在療法と言い、医療目的ではなく単純に動物との触れ合いによる生活の向上を目的としたアニマルセラピーのことを動物介在活動と言います。名前は違えど動物によるセラピーという点では同じです。欧米でのアニマルセラピーの歴史は古く、18世紀のイギリスですでに試みられていた記録があります。猫を飼っている人ならばわかると思いますが、実際に猫を飼い始めてストレスが大きく軽減したり性格も前向きになるなど、その効果は大きいものです。次にその効果をご説明したいと思います。猫のアニマルセラピーで免疫力が上昇するびっくりはてな。可愛い動物や猫と触れ合って心が癒されるのはなんとなくわかりますが、その触れ合いによって人間の免疫力が上昇するというのはどういうことなのでしょうか。そもそも人間が動物と触れ合って癒されるという感情になるのは、ホルモンや神経系、脳内の神経物質の分泌に変化が生じることによって、血圧が安定し、リラックス状態になるということなのです。そうした作用により人のストレス解消、免疫力アップが見込めるということなのです。可愛いだけじゃないペットの魅力は計り知れませんね、びっくり。猫のゴロゴロ、喉鳴らしにも免疫力アップの効果がびっくり。恐るべき猫のゴロゴロ効果。猫がゴロゴロと喉を鳴らす時がありますね。あのゴロゴロという音には人間のストレスを軽減して免疫力を上げる、ストレスを軽減して免疫力を上げる効果があると言われています。また人間の骨密度を上昇させる周波数と猫の喉鳴らしの周波数は非常に似ており、共に低周波です。そのため猫のゴロゴロを聞いた場合、骨折が早く治るとの報告もあります。今では喉鳴らし療法という言葉が生まれるほどその認知度は上がってきており、猫のゴロゴロを録音した癒しのための CD が販売されているほどです。猫ちゃん恐るべし、びっくりびっくり。免疫力以外での猫の効果。アニマルセラピーによる免疫力の凄さは理解できましたか？実は免疫力向上以外にもアニマルセラピーによる効果はあるといいます。一体どんなものがあるのでしょうか。心を穏やかにする効果。アニマルセラピーでは動物との触れ合いによって副交感神経、リラックスの神経を活性化させます。これによって心に良い影響を与えます。具体的には、気持ちが落ち着く、攻撃性や暴力、怒りが抑えられる、気力が高まる、不安が和らぐ、嫌なことがあった時の落ち込みの程度を軽減させる、死にたいという気持ちに歯止めをかける。といった効果が報告されています。運動量を向上させる効果。ペットを飼うことで飼い主の日常生活の中での運動量も向上します。
これには毎日の散歩だけでなく、餌をやることやペットと戯れることなども含まれます。また、このような基本的なお世話は毎日行う必要があり、ペットの世話が生活の中に根付くことで生活サイクルが安定し、生活習慣の改善も期待できます。肥満率や血圧の低下、脳卒中のリスク軽減など、健康上の様々な効果が期待できるでしょう。耐性が高まる。アニマルセラピーで動物との触れ合いを続けていると、次第に社会性が高まっていくことが報告されています。社会性とは分かりにくい言葉ですが、これは要するに集団で生きていくために必要な能力のことです。具体的には、コミュニケーション力、相手を思いやる気持ち、状況に応じた適切な表情などが該当します。規則正しい生活が得られる。動物と触れ合い、一緒に生活をしていると生活が規則正しくなります。基本的に動物は昼に活動し、夜には眠ります。中には夜行性の動物もいますが、少なくとも人間のように不規則な生活になることはなく、自然の流れに沿って規則的に生活をしています。そのような動物と生活を共にすると、私たちも同時に規則正しい生活スタイルになっていきます。また、動物を散歩に連れて行くと、一緒に外出することで適度な運動になります。自分の体調には無頓着な人でも、ペットの体調を心配して散歩に連れて行かないと、部屋の温度を適正にしないと、と考える方も少なくありません。これは結果として自分の体調を整えることにもつながります。このように動物が身近にいると生活が規則正しくなるのです。実際、ペットを飼うことで生活習慣が規則正しくなり、その結果、血圧が低下した、コレステロールが低下した、中性脂肪が低下した、といった生活習慣や病に対する予防、改善効果が示されています。自尊心が高まる。自尊心というのは自分を大切だと思える心のことです。健全な心であるためには自尊心を必ず持っている必要があり、自尊心が低い人というのは精神的に不安定になりやすい傾向があります。自分に価値を感じられない。自分が好きになれない。自分なんていなくてもいい存在だ。このように自分を評価していれば、ちょっとしたことで心が傷ついてしまうでしょう。アニマルセラピーは自尊心を育てるためにも役立ちます。動物の世話をすることで自分を少しずつ好きになれたり、自分でも誰かの役に立てるのだと価値を少しずつ感じられるようになります。また動物の成長や努力を見ることで自分も頑張ろうという気持ちになることもあるでしょう。免疫力を上げる猫のアニマルセラピーまとめ。ペットと接することにより人間の心が癒される理由は見た目の可愛さだけではありません。毎日のお世話や愛情を注ぐこと自体が人間の心を癒すことにつながっています。特に猫は気を使ってあげることがたくさんありますし、意外と寂しがり屋でもあります。
また感情の裏表がない動物との非言語的なコミュニケーションは他を思いやる気持ちを育むことにつながります。ペットの気持ちを汲み取り何かしてあげた際にそのペットが喜んでくれたら自分もまた嬉しくなりますよね。